フランス植民地帝国、フランス植民地帝国、フランス植民地帝国、普通、エンパイアコロニアルフランセは、16世紀から20世紀にかけて、フランスが海外に建設した植民地の集合体である。この場合の帝国とは、フランス本国の生態が、王政、帝政、共和政のいずれであるかにかかわらず、海外の他民族の領域を支配したことを指す。 フランスの最初の海外進出は16世紀初め、フランスは一世の時代に行われたジャック・カルティエの北米大陸カナダセントローレンス川探検以降のヌーベル・フランス領有宣言からである。この頃、フランスの漁民も北米のニューファンドランド島周辺海域にしばしば失業していた。しかし16世紀後半のユグノー戦争による国内混乱のため海外進出の企ては一時、 とんざした。フランスの海外植民が本格的に始まったのは1605年7月27日、今日のカナダのバスコシア州であるアカデア植民地にポートロワイヤルが創設されてからとなる。1608年にはサミュエル・ド・シャンプランがケベックを創設する。ケベックは広大ではあるが、人口規薄な毛ワ貿易植民地ヌーベル・フランス、カナダントモユーの首都となった。 フランス人はセントローレンス川流域やその広廃地に次第に浸透して行った。しかし北米におけるフランス植民政策はイギリスの北米植民地に比べて人口や経済発展ではるかに遅れており1713年のユトレヒト条約でフツル・アカディア植民地が英国に割上された。だがフランスの北米植民地は1699年に ミシシッピ川流域に、ルイジアナ植民地が樹立されたことによって一挙に、拡大した。しかし実効支配していたのは、メキシコ湾沿岸のモービルやニューオーリンズ、1718年、創設などいくつかの交易拠点に過ぎなかった。フランス人はまた、カリブ海の西インド諸島に、小さいがより利益を生み出す植民地を作っていた。南米大陸への進出も活発であり、の南部に、 北部にを建設する試みは失敗したが、1624年に、今日、フランス領ギアナと呼ばれる植民地を創設し、1650年には、サンキット島にも植民した、1713年のユトレヒト条約で英国に割上。フランスアメリカ会社は1635年、グアドループとマルティニクに植民地を創設し、1650年には、 サンルシアにも植民が行われた。しかし最も重要な植民地は1664年にスペイン領イスパニョーラ島の西1、3に創設されたサンドマ、現、ハイチであろう。サンドマは18世紀にカリブ海における最も富裕な砂糖植民となる。フランスの海外発展は新世界だけに限定されない。1624年には 西アフリカのセネガル海岸部にいくつかの交易拠点が樹立されたし、1664年には東洋での貿易のためにフランス東インド会社が創立されている。1673年にはベンガルのシャンデルナゴルが植民地となり、インド東海岸ではポンディシェリ1674年、ヤーナム1723年、マーヒ1725年、 カーラ・イカール、1739年が植民地となった。インド洋上でも1664年ブルボン島、デイユニオン、1718年ルロワイアル島、モーリシャス、1756年セイシェル諸島がフランス領となった。18世紀半ば、英国との一連の植民地戦争が始まり、最初のフランス植民地帝国のほとんどが没落することになる。 これらの戦争とはオーストリア継承戦争、1744年から1748年、7年戦争、1756年から1763年、アメリカ独立戦争、1778年から1783年、フランス革命戦争、1793年から1802年、ナポレオン戦争、1803年から1815年、である。 海外では北米植民地戦争と呼ばれ、1760年代までに大英帝国によって海上の覇権を奪われていった。総督ジョゼフ・フランソワ・デュープレックスの成功にもかかわらず、インドにおける英国との争いはオーストリア、継承戦争では決着がつかず、7年戦争では当初フランス側が北米で優勢であった。最終的にヌーベル・フランスは英軍に占領され、 ほとんど西インド諸島の植民地とすべての普通量インドが失われた。パリ講和条約ではいくつかのインドにおけるフランスの植民拠点とカリブ海、マルティニクとグアドループがフランスに返還されたが、後にルージアナはスペインに参戦の代償として割上され、フランスは北米大陸から全面的に撤退したのである。西インド諸島のグレナダとセントルシアも英国に割上された。 フランスがアメリカ独立戦争に参戦したことにより、1783年のパリ条約でセントルシアがフランスに返還されたが、当初の期待よりはるかに少ない成果であった。残されたフランスの植民地も1791年にサンドマングで発生した黒人奴隷革命により大打撃を受ける。フランス革命による 現地白人支配層の亀裂から生じた黒人暴動は1804年にはハイチ共和国の成立に至りフランスは最も収益のあるこの植民地を失ったさらにエジプトに植民地を創設しようとしたナポレオンのクアガテは失敗に終わりナポレオンがスペインから取り戻したルージアナ植民地も財政上の必要からアメリカ合衆国に売却されたルイジアナ買収 ナポレオン戦争中残されたフランス植民地はすべて、英軍に占領されいる。ナポレオン戦争後ブルボンフランスが復活したため、多くのフランス植民地はフランスに返還された。西インド諸島のグアドループとマルティニクをはじめ南米の、普通量ギアナ、セネガルの交易拠点、インド洋のレユニオン及び、インドのポンディシェリなどである。しかし、 第2のフランス植民地帝国の真の始まりは1830年から17年間続いたアルジェリアの征服であった。ナポレオン三世はアメリカの南北戦争に乗じてメキシコに保護国を樹立しようとしたがアメリカ内戦の終結により失敗に終わった。ナポレオン三世はまたサイゴンを主婦とするコーチシナを直轄植民地としカンボジアも保護国として組み入れた。 フランスの植民地の大部分が獲得されたのは、不仏戦争、1870年から1871年後のことである。高知ナの基地から、フランス人は1883年にトンキンと安南を獲得し、フランス領インドシナを形成した。1893年には、ラオス、1900年には、中国南部、清の甲州湾咀借地もこれに加えられた。 1881年にはチュニジアを保護国としている。20世紀初めまでにフランスはアフリカ北部、西部、中部に次第に植民地を拡大していった。この一連の動きをアフリカ横断政策といい、アフリカ西岸から東岸のジブチまでを接続することを試みた。同時期にイギリス帝国が取ったカイロからケープタウンを結ぶアフリカ縦断政策と対立し、スーダンで ファショダ事件を引き起こした。結局ドイツの進出に対抗するために、フランスが情報し英仏協商で、スーダンにおけるイギリスの優越権を認めた。また、イギリスはモロッコに対するフランスの優越権を認めた。この広大な植民地には、現代のモーリタニア、セネガル、ギニア、マリ、コートジボワール、ニジェール、チャド、中央アフリカ共和国、コンゴ共和国、 マダガスカル、ジブチが含まれる。1911年にはモロッコも保護国とされた。第一次世界大戦では、約55万の植民地兵が、フランス戦線に動員され、特に有望なセネガル兵は最前線に送られて、数万の戦車を出した。また人手不足となった、フランス国内に植民地は20万人以上の労働者を送っている。大戦後には、 オスマン帝国領であったシリアとレバノン及び妹ドイツ、植民地であった東ゴとカメルンを獲得した。第二次世界大戦が勃発して1940年にパリが陥落し、ビシー政権がドイツに降伏すると、シャルルド・ゴール将軍はロンドンに亡命して自由フランスを結成。フランスの政権中枢は2杯に分かれた。アルジェリア、セネガル、シリア、マダガスカル、 インドシナ、上海疎開など、主な植民地は、ビシー政権に忠誠を誓ったが、チャドなど、フランス領赤道アフリカ一帯や、南太平洋の植民地、甲州湾などは自由フランス支持を表明した。インドシナは、日本軍親中を受け入れ、マダガスカルにも日本軍親中の計画があったため、英軍が上陸してビシー派の植民地政府を降伏させた。逆に、杭州湾では、 日本軍とビシー派軍によって自由フランス派の植民地政府が倒された。シリアはイギリス、自由フランス連合軍が侵攻の末、自由フランス支配地域となり、1943年には独立を達成した。ドゴールの自由フランス軍は、セネガルの主婦ダカール攻撃、ダカール沖海戦も行ったが、これは失敗した。1942年末連合国軍が、 北アフリカに上陸すると、アルジェにフランス国民解放委員会がけられ、アフリカの植民地は自由フランス側に結集するようになった。第二次世界大戦中占領されたフランス植民地は1945年に返還されたが、フランス領インドシナでは、終戦後直ちに国際共産主義運動に影響されたベトミン率いる民族独立闘争が起き、フランスは 泥沼の第一次インドシナ戦争にはまり込んでいく。最終的に戦争はフランスの敗北に終わり、1954年にフランスはインドシナから撤退したが、次にはフランスの主要な植民地であるアルジェリアで独立戦争が起こった。アルジェリアには150年にわたるフランス支配の間に定住したピエノワールと呼ばれるヨーロッパ系住民が住んでおり、 フランスは当初アルジェリアを独立させない方針であったためアルジェリア戦争は長期化した。入植者側の秘密軍事組織が破壊工作を行いアルジェリア駐在フランス軍部隊がパリにクーデターを仕掛ける動きさえあった。1958年大統領となったシャルルド、ゴールは1962年最終的にアルジェリアを独立させることで決着をつけた。 その他の多くの仏寮アフリカの植民地は1960年に独立していた。その他アジアでは1946年までに甲州湾や上海疎開などを返還して中国大陸から撤退。1954年にはからも撤退しポンディシェリ連邦直轄領ができている。現在のフランスには5海外圏、4海外巡圏2海外領土が残されている。 これらの海外領土の中でも、グアドループやニューカレドニアなどでは独立の動きがある。フランスの行政区画も参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。